こんにちは、埼玉西武ライオンズの宇念仁です。生徒の皆さん、元気に過ごしてますか？この度、ライオンズフレンドリーシティの交流の一環で僕たちが食べている和菓子カレーが学校の給食メニューに出ると聞きました。私は中学校まで台湾にいたので、日本の給食がどのようなものか、とっても興味があります。和菓子カレーを再建するということで、きっと腕のいい国さんがいるでしょう。和菓子カレーをいっぱい食べてくれたら自分も嬉しいですし、一生懸命再建してくれた職員の皆さんもきっと喜んでくれるでしょう。では残さず食べてくださいね。